はようございます。あ、おはようございます。そんな君に少しも気がつけなかったけど、一番伝えたい言葉はごめん。まず食ではお寿司が美味しいなと思いました。あとなんか撮影というかスチールの方で馬に触ってみたりだったりとか、ムツの方とか十和田湖だったり自然のすごいところに行ったりとかして、カヌーもさせてもらいましたし、すごい楽しんでますね。はい、すいません、新幹線いつからですか？新幹線いつからですか？全くやったことなくて初めてなんで本当に緊張してました。迷惑をかけないように頑張っていきたいです。もっとなんかおどおどする感じでもいいんですけど、全然でも結構堂々としてて笑顔は素敵でした。なぜ私じゃないんですか、彼女と。それが私ね、どうも腑に落ちない。いや、それは冗談でございますけど、なんかそんな恋をしてみたいもんですな。ポケットに手を入れながら歩く癖の